皆さんは入学して1年間、1年生の間は全員が同じカリキュラムでいろいろな専門の基礎となる科目を勉強します。2年生から2つのコースに分かれ、それぞれのコースの専門科目を勉強していきます。コースには電子物理デバイスコースと材料エネルギー科学コースがあります。それぞれのコースのキーワードを挙げてみると、電子物理デバイスコースでは電子デバイス、光デバイス、エネルギー変換デバイス、ナノデバイスなどデバイスというキーワードが共通についていて、エレクトロニクスの基礎学問に加え、新規のデバイス創生に必要な物質科学の基礎学問を学びます。材料エネルギー科学コースでは有機材料、無機材料、光材料、エネルギー材料と材料というキーワードが共通についていて、新しい材料の開発に必要な科学の基礎分野、物理科学を学びます。電子物質科学科では電子物理工学と材料科学の融合により、エネルギー産業、電子機器産業など幅広い産業分野に適応できる人材を育成することを目標とし、電子物理デバイスコースではエレクトロニクスの基礎学問に加え、プロセッサ、太陽電池、発光ダイオードをはじめとする多様なエネルギーデバイスや電子、光デバイスを世界的な視点で創生、革新できる幅広い視野と学問的基礎を兼ね備えた優れたエレクトロニクス技術者の育成を目指しています。一方、材料エネルギー科学コースでは再生エネルギーを生み出すエネルギー関連材料や環境調和材料、例えば薄膜、ナノ材料、次世代革新電池、希少金属を代替できる新材料、省エネルギープロセスによる先端材料の合成技術など、新たなデバイスの創生につながる電子・光材料の開発が可能な優れた人材の育成を目指しています。水晶ですけれど、これは水晶は一旦マグマとかなんかがこう溶けたものは外に覆われていて、真ん中辺がシリカという SiO2 の成分で、温度と圧力がかかる状態になった時に壁面から結晶成長してこのようになります。この液晶ってね、どうなのかっていうと、この細長い分子、細長い分子がこうある方向にこう並んでるような状態、これが液晶な状態です。今こういう状態です。で、ちょっとこの面白い性質なんだけど、これを温めてあげるとどうなるかっていうと、温めるというのは分子の温度が激しくなるからね、激しくなるともうバラバラになります。こうなってしまったらもう表示はできないですね。だ、温度を上げるとスマホとか液晶テレビが別なんだからね。これが実験結果の一つの例なんですけれども、このゲートを開け閉めして電子を転送していくと、だんだん階段上に検出の電流が減っていくことがわかります。で、この階段は16段ありますので、16個のレベルを使って情報を記憶することができるということになります。で、ここにソースの電圧っていうのが書いてあって、また違った特性になっているんですけれども、
ソースの電圧は何だったかっていうと、ここの電子がいっぱい溜まっている電子の供給量の電圧です。これをマイナスの方に電圧を下げてやると、電子もマイナスの電荷を持っていて、お互いの反発力が強くなって、よりたくさんの電子が立ち上げ押し出されていく。そうすると一度に2個とか一度に3個とかの電子を転送したりすることができるようになります。ですから転送された電子の数に応じてこの階段のステップも大きなステップになっています。できたら原子力発電所に変わるようなエネルギー を作れればいいんですけども、なかなか効率が悪いということで、それをどうしたら効率が悪いってできるかというのは世界中の研究者。でそのうちの一つはですね、まあ、いろんな方法があるんですけど、熱伝材料というものです。これは唯一ですね、市販されている熱伝材料です。熱伝って聞いたことないと思うんですけども、どんなものがいいのかお見せしますね。これがスプレーですよね。やっぱ冷やすんですよ。今ここを冷やすでしょうね。冷やしただけでこれ回りましたね。でどうしてかというと、ここを冷やすと、こことこの間に温度差ができるんです。こっちは室温ですね。こっちは冷えてる。ここの温度差、例えば10度とか20度、温度差がつくと、こういう電気がこう流れてくるのがあるんです。こういうのは熱伝材料ですね。この色素導管太陽電池の作成方法なんですが、まずこの FTO ガラスと呼ばれている、まあ、このただのガラスに見えるかもしれないんですが、これは表面に電気を、通す透明な膜が張ってあります。次にこの酸化炭素、酸化炭膜と呼ばれているものなんですけども、これは酸化炭の粉末、今は白く見えるんですけど、これを薄く伸ばして、電気炉で焼き固めることによって透明な膜を作ることができます。で次に、色素に吸着します。この色素溶液の中に、まあ、先ほど作ったこの電極を入れることで色素吸着を行います。次にこのように白金対極と合わせて、間に電解液と言われている、要素を、有機溶媒で溶かしたものなんですけど、これを間に注入することによって、このように簡単に太陽電池の作成ができます。でこの研究室で実際に作成した、太陽電池がこちらになります。でもあのような小さい小型の太陽電池でもモーターを簡単に回すことができます。水晶は実はですね、いろんな使い、まあ綺麗だなってのもあります。これも水晶です。綺麗だなってのもそれだけじゃなくて、これはですね、皆さんの時計の中で時間を刻んでるのが実は水晶発信機となっています。電波時計は正確にありますけど、電波時計、電波がないところは自分で時計を刻んでいます。実はこの中水晶発信機が時計を刻んでいます。他にも皆さんのパソコンの中に買うときに、カタログで見たことあるから、クロック周波数って記述が書いてあるのは知ってる。クロック周波数はクロック何メガヘルツ、何ギガヘルツ。それは何かっていうと、1秒間に何回1010っていうパルス状、このオンオンオンの信号を作ってる。でそれが作ってるのはこの水晶。